ここだ、入れ。はい。いいか、絶対に機嫌だけは損ねさせるな。命が欲しければな。うん。入れ。え、女の子。綺麗なピンクと金色の夫は、え、佐々木の現象もそうだけど、この子、普通じゃない？ねえ、もっとこっちに来てよ。ダメだ、やっぱり逃げないと。じぐーっと止め。よし、今のうちに。ねえ、どこに行くの？そんな、なんでもう背後に。こうなったら力ずくでもこの場から。ねえ、私。ただ歳が近い人の話し相手が欲しいだけなの。私はあなたに危害を加える気はないよ。だから、お願い。一緒にいて。本心だ。本心で。ごめんね。私でよければ。話そう。本当、すごく嬉しい。名前は、ソフィアだよ、ソフィア、ターフライト。あなたの名前は、ハクだよ、よろしくね、ソフィアちゃん。うん、こっちで話そうよ、いっぱい話したいことあるんだ。うん。驚いた、あのソフィアが初めて笑った。好都合だ、このままこの女を置いておけば、ソフィアの脅威が緩和される。この部屋から無断で出ないように。さて、まだ問題は残ってる、今のうちに片付けてしまわないとな。それじゃあ再確認するぞ。まず、当初通り、カナが次元を使って、囚人とできれば管理者を異次元に飛ばす。了解。そしてその後、石化が入り口の扉を能力で壊して、突入。能力でできている壁なら私が一番向いているからね。そしてここからはもし、敵がカナの異次元から逃れていた場合、まずメリアはあの顔色の悪い銀髪なら倒せるかもなんだよね。はい、ああいう手の相手は嫌というほど戦ってきましたから。反射系能力者だよね、私の方が相性いいんじゃない。いえ、石化ちゃんはレインボーと坂の人と戦ってもらいたいです。白の時空ごと破壊して白を気絶させたやつだよな。はい、あれが何らかの能力の場合、私では叶いません。蜂の時もそうでしたが、貫通系、一撃必中系にはとことん弱い。じゃあ石化はそのレインボーと坂の相手を。気をつけて、生半可な強さじゃないよ、多分。わかった、任せて。そしてカナと俺で白の救出と、あの二人以外の管理者の相手をする。あと、この計画が崩れたり、誰かが捕まったら終わりだと思っていてください。今回の悪者は私たちです。そしてこのメンバーで無理ならおそらく今後の救出、大分入手は不可能でしょう。今更だよメリア。俺たちは何度もそんな修羅場をくぐり抜けてきたんだ。今更おじけつかないさ。それじゃあそろそろ行くぞ。時間との勝負だ。急いで行くぞ。わかったわ。なあ、来ると思うか、あいつら。来るでしょうね、あの目は。ああ、犯罪者のくせにやけに透き通ったいい目をしてやがった。今は混沌は治療中、吸気もそっちにつきっきり。私が撒いた種です。私が責任持って積みましょう。俺も手伝おう、と言ってもどこから入ってくるか。真正面か、他のところからか。他？ありえるのか、俺でも壊せないのによ。あんなとんでもない能力者がいたんです。用心に越したことはないですよ。そうだな、なら二人で入り口と他フロアで分かれよう。ええ、賢明な判断です。とりあえずここまでは来れたな。ここからはスピード勝負。どれだけ相手の移動がつけるかが鍵になる。かな？いけ。了解。次元模倣建設世界。トレス完了。それじゃあ人を全員移動させるね。お願いします。完了。こっちは準備 OK だよ。よし、石化。扉を壊せ。ゼロ、デフュージョン。行くわよ。かな、次どっちかわかるか。右だよ、そうすれば大きなフロアに出るよ。よし、なら早速行くぞ。うるさいでしょう、警報は止めておきましょう。やっぱり私の能力から逃れてたか。ええ、なぜかわしい、まさか囚人を移動させ、我々と戦う選択を選ぶとは。さすが、でも計画通り、任せたぞ。メリア、壁を壊せ。ゼロ、デストロイ。急いで。任せたぞ。絶対に必要ね。頼む。そうしませんよ。あなたはここで倒れてもらいます。この愚か者が。40億。やっぱりそれくらいありましたか。5000万。手配通り、ただ者ではなかったですね。ですが、世間一般の話ですがね。どうだ。上火型の反射ですか。黄色で狭い上に、反射した光線がでかい。かわしてもなかなか次の一手に入れませんね。一度受けてみるか。
反射がなく、反射自体力を高めることができる。ってことですか。中級クラスにいましたね。そんな神がゴロゴロと。さあ、次は簡単にはやられませんよ。さあ、次は質量を確かめさせてもらいますね。何が起きたんですか？全くわからなかった。追尾式のほとんどが全く制御できていませんでした。つまり私の高速についてこれていない。反射一撃分しか反射できない。反射数に制限はないが、一定数を超えると制御ができていない。しかも自分でついてこれないから、反射中は自ら攻撃できないっておまけ付き。あり余ってるわよ、その能力。大丈夫、この反射幕内にいれば何もしなくても。本当にそうか。考えてもみろ、相手はまだ能力という能力を出していない。今こうして私の反射を把握したところを、反射を超えてくる術を持っている可能性も。よけた。あの反射幕の特徴は、相手の威力を自分のオーラに変換して反射するということです。その特徴は決まって、自分のオーラは反射しない。このタイプの反射は、変換に最も反応するタイプで、自身のオーラは変換する必要性がない。ということで反射幕が機能しないことが多いのです。当たりですよね。素晴らしい。まさかこのたった数分のやりとりで、この能力の全特性を見抜くとは。昔、私の部下に反射や守備に特化した子がいたからね。ご主人は普通にこなしてましたし。そうか、それはぜひともご教授願いたい。さて、ここまでの性質がわかれば、あとはもう簡単。能力だけで私を倒せるほど甘くないぞ、人間。おい、もういい加減俺たちの都合にも合わせてくれないか。やだよ、絶対にここから動かない。そんなに嫌か。絶対に嫌。ほら、ならいつも通り、これでいいんだろ。それそれ、私それしか食べる気しないんだよね。うまうまー。わたがし。これなら文句を言わずに食べる。よく体調を崩さないもんだ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。